モンスターメーカー。待って。FC でキャラの可愛さで、気に入ってたモンスターメーカーが、PC エンジンで出る、モンスターメーカー、闇の竜騎士。ということで期待して待ってたけど、いつになっても発売されず、そのうち忘れてて、いつの間にか、発売されてることに気がつき、評判を見たら、ものの見事にクソ認定されてたから、買うの諦めた口。当時遊んだ友達が、打ち切れていたゲーム、ウィキに、レベルアップ時に、ステータス上昇がランダムのため、早いうちに出目操作をしないと、後半がきつくなる、と書いているけど、これじゃ RPG じゃなくて、パチスロだわ。なことになってしもうだぞ。盗賊が、盗賊団が襲ってきたのじゃ。盗賊団？一人や二人の山賊ではない。まるで兵隊のように統率された奴らじゃった。そしてその髪の色は、お前と同じ黒い髪をしておった。このテレシア大陸のものではない。黒い髪をな。黒い髪？私と同じ？ああ。だから、お前が奴らの手引きをしたんだというあらぬ噂が立ち、やり場のない怒りも手伝って、みんなそれを信じてしもうた。それだけの理由で私を疑うの？そんなことって。だが、お前にも落ち度はあるのじゃ。あの魔の森。モスバドルに平気で遊びに行くお前をみんな気味悪がっておったのじゃ。わしがあれほど近づくなと言っておいたに。でもあの子たち、いえ、森のモンスターたちはとてもおとなしくて。お前だけにだ。つい先日も村の民がモンスターに襲われておる。お前が襲われんのはおそらく生まれながらの素質のおかげじゃ。わしがお前を拾った時もそうじゃった。あの恐ろしい魔の森の入り口で食われもせずに眠っていたのだからな。だからこそ皆からキーの目で見られ、今度のようなことになれば真っ先に疑われるのじゃ。ごめんなさい。でもこの頃村の子たちは誰も私と遊んでくれなくて、それに森の向こうでレイっていうこと友達になれて。
気持ちはわからんでもないが、事態は深刻じゃ。村の食料庫が襲われたために、その管理人であったお前の父親もみんなから責められておるのじゃ。父さんが？天外魔境、風雲歌舞伎では、天外魔境2が偉大すぎて、次回作を誰も触れてくれないゲーム、システムは、天外2のままなので、悪くはないのですが、このゲームは例えるならば、RPG で、ラスボスを倒すと、平和になった世界を回るじゃないですか？その諸国漫遊状況を、一本のゲームにしてみました。みたいな内容を、ちょっとエンカウント率が高いのが、ストレスですね。ストーリーは面白いので、惜しいゲームでした。あと不評だった理由の一つが、前作の天外魔境2が、対策でクリアに70時間はかかったのが、歌舞伎伝は30時間程度だったので、短すぎる。との声も多かったですよね。愛の戦士、歌舞伎團十郎、ただいま参上。
問答無用。上等じゃねえが、ジパングに、いや宇宙にその名も高き、この歌舞伎團十郎様が地獄の果てへご案内だ。さて、主役は引っ込むといたしやしょ。歌舞伎北座公演おめでとう。俺だよ、万事丸だよ。まだ俺のことを覚えてるだろ。とにかく飛騨の国は歌舞伎の噂で持ちきりだ。たった一人でジパングを救った歌舞伎團十郎が京都の北座でいい立ち回りをしてるって評判さ。ジパングをたった一人で救ったなんて歌舞伎らしくてお腹抱えて笑っちゃったよ。けど歌舞伎が本当に芝居をやってたなんて俺には信じられないよ。俺は相変わらずの田舎暮らしさ。父ちゃんの手伝いをしたり母ちゃんを助けたり、歌舞伎にもらった天下一の旗、うちの床の間に大切に飾ってあるよ。ジパングを救った俺たち火の勇者4人の勇気の証だもんな。またみんなで会いたいな。その時は歌舞伎もちゃんと来いよ。相変わらずガキだな。ちっとも進歩しちゃいねえ。天下一の旗だとくだらねえ。俺様はすでに新しい旗を手に入れてる。あいつまだ母ちゃんのおっぱいでも吸ってんじゃねえのか。お笑いだぜ。よ、歌舞伎元気でやっとるか。まさか忘れてはおらんだろうな。火の一族の極楽太郎様だ。久しぶりだのう。風の噂じゃインチキの芝居でお客から随分な金を取ってるらしいな。身勝手でいい加減。お前の悪いところは昔と何ら変わっとらんのう。だが早いもんだな。目の一族をぶっ倒してからもう一年も経っちまったのか。血の海に沈められた京都、黄泉の出現、あれにゃどんだけ驚いたか。しかしなんだかんだ言おうと黄泉なんぞわし一人の力で倒したようなもんだがな。そうだ、お前さんも女のケツばっかり追いかけとらんで、うちの千代さんの飯でも食いに来いよ。千代さんの飯はうめえぞ。ま、縁があったら近いうちに会いてえもんだな。ジパング一のインチキ役者歌舞伎團十郎さんよ。
インチキ芝居にインチキ役者だと極楽の野郎わし一人の力で嫁を倒しただバーカこいてんじゃねえよジパングを救ったのは男の中の男この歌舞伎團十郎様ってことだ誰もが認めてらキタン十郎様お体におかわりございませんかお久しぶりですキヌです北座で歌舞伎様がお芝居をなさってると噂を聞きこうして筆を取った次第です私もお芝居は大好きで歌舞伎とか能とかたくさん知っているのだけれどどれもまだ見たことがないの今度招待してくださいね火の勇者ではない役者の歌舞伎團十郎様を拝見してみたいし根の一族の戦いから一年あの旅ももうすっかり思い出になってしまいましたね万事丸さん極楽さん二人も強かったけれど歌舞伎さんが一番素敵だったかもだって戦ってる時の歌舞伎さんの眼差し普段と違って真剣なんですものごめんなさい変なこと書いちゃってまた近いうちに会えることをお祈りしていますさようならキヌそうかいキヌ歌舞伎團十郎様、お前さんの気持ち、よーくわかったぜ俺様が好きなら好きと、なんであの時言ってくれなかったんだでも、わかるぜ、あ、皆まで言うな、皆まで言うな、その女心この歌舞伎團十郎様が、キヌの熱い思いをたった今受け止めてやったぜなんだよお派手な野郎だねうるせえこの田舎もん大体よくもまあ、そんな薄みっともない格好でこの今日の街歩けたもんだな山猿山猿だと俺はな大門教と戦ってだ江戸の街を救った地雷だ山猿に救われた江戸ってのもかわいそうなもんだよなえへへ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 へ
聞きたくない。かあ、どうもこの手のタイプは苦手なんだよ。お前もしかして女歌舞伎のお国にほの字だな。時わわーかじゃねえの。自分の顔鏡に映してよーく見てみるんだな。お国みてえないい女はよ、みんな俺様みたいないい男に惚れるのさ。バーカ。ったく、田舎者のくせに短気だね。ファイナルゾーンに。ファイナルゾーンはアクションシーンとビジュアルシーンを交互に出すということを最初にやった作品だと思うし、当時では珍しいマルチエンディングで、シナリオも良かったので、PC エンジンで2が出るとなった時は、当時を知っていた人は期待していたんですが、残念ながら、
ファイナルゾーンのキャラ設定を間違えて使ったシナリオが崩壊したゲームでした。アクションも難易度が低く、私も買った当日にクリアしてしまい、肩透かしにあった記憶があります。ここは？まあ、ファイナルゾーンの正当な続編は、FB 戦記アクシスですし、多分このゲームは、シナリオさえまともなら、難易度が低いだけの、ゲームになったんでしょうけどね。反乱軍のお出ましかな。武器系統に異常はない。派手にやってやるか。忍者龍剣伝 FC で人気だった忍者アクションゲームが3年の年月を経て PCE に移植されたのですが、中身はほぼ FC 版の焼き直し。なぜ移植したハドソン、それも劣化ゲーなのでがっかりだよ。コンプリート CD、 PC 初期のキラーソフト R タイプ 1.2 が3年の年月を経て SCD ロムロムで蘇ったのに、肝心の中身は改悪された BGM、 世界観に合わないキャラクターデザイン、キャラクターボイスも神谷明さん等が起用され豪華なのだが、神谷明さんの性質が本作の雰囲気と合ってない。またゲーム性も原作と比べるとちらつきやスプライト掛けが発生する。まあこれは故意じゃないとはいえ、禁止事項を破った原作がいけないのですが、また定価も7500円と他のゲームと比べてちょっと高め。カップリングとはいえ3年前のゲームなのに、同じカップリングの名作ゲーム E1.2 の爪の赤を煎じて飲んでほしいものであるな。中頃すでに地球の総人口は100億にも達しようとしており、人々は居住区をコロニーや各星々に求めるようになっていった。
またこの移住計画に伴い宇宙開発は急速に進んでいた。そんなある日、至る所で未確認の宇宙放射線がディスクに記録された。この放射線は複合性なのか、微弱ながらに電波も確認できました。電波も複合されているなら意外と解析しやすいかもしれません、所長。地球ではその未確認の宇宙放射線の解析が密かに行われていた。解析結果に皆はこれまでにない期待を込めていた。地球外生命体からのメッセージかもしれないということに。もうこれは使えんな。はい、開拓手段にしては破壊能力がありすぎます。機能を停止してここに保管するしかないか。緊急動員発令。第2区コロニー開発管理局所属、両源リーザ・ステファニー。両名は直ちに防衛局へ出頭せよ。被害者がなぜ名指しで軍に呼び出されるんだ。現在軍が有する兵器では奴らに太刀打ちできない。我々の最後の手段としてフォースを整備し、これをオプションとするため多目的探査艇をフォース操作に耐えうるようにバージョンアップした。開発コード R9 としてこれしかなかったのだ。だからってなぜ技術屋の俺が。一つは多目的探査艇のベテランたちは軍に取られたこと。でもこれも今や兵器ですわ。今までの多目的探査艇のものと基本的な操作系統に変更はない。かえって軍のものでは使いにくい。だから多目的探査艇のオプション操作の経験の数を踏んでいる君たちを選んだのだ。実験台ということですか。月第三コロニーは奴らに落とされた。もう少しかかります。ただ放射線ではないのは確かです。探査艇をバージョンアップさせるしかなかったが、R9 として。所長、わかりました。本当か。すぐに NASA、政府に連絡してください。これは地球外生命体からの。観測員たちにはこう聞こえたかもしれない。この星の運命は力となすこの星を破壊する。